私の部屋にある漫画棚、本棚の部分と、このね、テレビ台の部分のね、まあ整理っていうか、片付け、模様替え、模様替えっていうのかな、はい、っていうのをしていきたいと思います。はい、はい、ということでね、セリアに行ってきて、このね、写真の盾、あ、見せていきます。写真盾をね、買ってきました。ということで、はい、やっとね、完成しました。ただいまの時間がですね、もう本当にこの時計おかしいね。あ、そう、あのちょうどね、あのね、電池がなくてさあ変えようと思ってたんだけど、はい、あのね、時間がもう5時ぐらいで、はい、多分すっかり遅くなって2時ぐらいからやってたんで、結構やばいね。そうだね、結構やってましたね。ということで、完成したので皆さんに見せたいと思います。はい、まずはどっちから行きます？こっち側見えてるんで、こっち側側にしますか。はいはい、ここはね、もう改造というより、もうとにかく物をなくそうということで頑張ったんですけど、はい、こんな感じになりました。これでもうね、障害なくね、リモコンをね、そうだね、やるだけでつきます。あとこっち側は、まあこんだけ糸に置いて、はい、以上ですね。無言なの？いや、別に何でも。はい、はい、ということで、じゃあ次、ね、すごいシンプルになりました。はい、で次にこっちの本棚いきますか。じゃあ本棚は、あの中途半端にね、うん、一段とその半分が残ってたんで、うん、その余ったところをね、使おうと思ってね、こんな感じになりました。一段目から、じゃあじゃじゃんって、まず全部写しますか。入るかな。あ、入った入った。この一番上まで漫画を入れて、はい、で余っちゃったところにね、はい、グッズ置いたりしました。じゃあちょっとね、近くでね、見ていきましょうか。はい、一段ずつ。はい、はい、ということで、まずはね、この下からいきたいと思います。はい、下はね、まず少女漫画です。ここは、うん、少女漫画なんですけど、なぜかこの一段少女漫画じゃないっていう。なるほど、この一段目は少女漫画じゃないですね。本当はここも少女漫画にしようと思ったんだけど、うん、なんか空いちゃって、はい、なのでね、もう少女漫画これしかないので。なるほど、違うの入れました。で、ここ本当中途半端だよね。このね、両方漫画ね、6巻からだし、20巻まであるの。これも9巻、7巻か7巻まであるのに、全くもう本当中途半端な。はい、しょうがないですね。しょうがないですね。はい、で次に上はね、ほんと少女漫画、はい、これですね。セリアで買ってきた、そう、これです、これです。この写真、はい、写真立てを、ね、まあ、ポストカードがね、入れたんでしょ。はい、これがお気に入りなんですね。もう見てないからわからないけど、いいらしいです。いいです。でね、上はヒロアカでございます。ヒロアカはですね、あの1、2巻と21から29話ですからって、ほんとに中途半端なんですね。一番好きなのに少ないね。そう、一番、あの私にとって、あの世の中で一番好きなんです、ヒロアカが、うん、なのに少ないので、ちょっとこの花を置いてる部分をね、うん、漫画にしようと思って、はい、これから増やすんだよね。増やそうと思ってますね。これイケアで買ったお花で、スピンオフとかも全部あのレンタルで読んじゃって、うん、漫画変えてなくて。これは一番くじかな。そうですね、はい、一番くじです。一応ね、ヒロアカの漫画の横には一応ヒロアカグッズを置くっていう。はい、これヒロアカグッズですね。多分ね、スピンオフとかも買ったのね、この辺までになると思うんだよね、うん、なるほど。あ、そう、あ、そうそうそう、だからこれも思い思われ振り振られだから、隣にそうです、振り振らのカードをわざわざ置いてるっていう感じですね。はい、そうですね、そういう感じで、はい、あの本棚をやってますね。はい、はい、じゃあ次、ヒロアカの上はですね、鬼滅です。鬼滅はもうみんな知ってます。はい、でね、私の推しがあの、うん、カナオちゃんなので、はい、こんな感じでね、一人じゃ寂しいと思って炭治郎も置きました。はい、はい、で、その上が進撃です。進撃はですね、もうこの進撃だけで埋まるよね。うん、いっぱいあるからね、もう終わっちゃうね、進撃。なんか本当になんか寂しいよね、本当に。ちょっと見えてるけど、次はね、なんかもう私ジャンプがいっぱいあるので、うん、ここからはジャンプの資料かなと思ってジャンプを置いてます。で、ここにいました。そう、でもね、聞いてくれ、のぼるちゃんがいないの。私はね、推しがの
ったの、ね、野原ちゃんユージなんだけど、これガチャガチャだっけ出なかったんだよね野原ちゃんがね。そうなんかほんと数ヶ月じゃなくて、でね、あの五条線がねめちゃめちゃ出て、うん、ガチャガチャで、そうだね、友達に配りました五条線好きな人いるとか言って配りましたね。はい、であと暗殺教室です。暗殺はもうリミちゃんが大好きな、そうだね、大好きな、大好きアニメでも見てるよねリミはね。リミは本当アニメ何回も見返してて、うん、はい、あとはもう普通にね、こんな感じで。ごめん、なんか置いてあるの。ああ、ちょっとね。途中でね、あの、グラグラしちゃったから、ここに閉めてもらったし、ね、はい。あとね、もう呪術廻戦長官でしょ。で、上が役ネボとアクタージュでワンピース。はい、で、上が終わりのセルフ。縦の勇者の成り上がりって知ってるかな、これ面白いの。はい、面白いんだけど、ね、うざいキャラがいるんだよね。うん、超うぜ。まあ、いいですね。はい、で、あと、ブルーピリオロと、はい、上が、村上、花子くん、あとね、疑似ハーレムって指定してるから、これも一応ね、恋愛なんだけど、そこに入れてしまっていると。うん、上に入れちゃってると。はーい。あと、すごいね、もう一番上まで埋まったね。そうなんですよね。こんな感じで。はい。すごいですね。全部埋まっちゃいましたね。嬉しいです。はい、ということで、ね、どうですか？どうですかね、あのでもさ、もう少し増えたら多分どうする？どうする？これ以上増えたらどうする？本当ね、こんな感じでね。ね。ちょっとね、このビデオカメラだと一気に映せないんだけどね。そうなの？はい。はい、以上ね、はい、私の机の本棚、机じゃないわ、部屋の本棚と後ろにあるね、テレビ台の周りをね、ちょっと改造してみました。はい、ということで、それではバイバーイ。もうこれ以上増えたらさ、と思うとさ、ちょっと ね、 いいね、考えなきゃね。そう、いや誕生日プレゼント本棚にするか漫画にするかまだ迷ってるグッズでもいいかなと思うけど、ちょっといやー、ちょっとまた考えますね。バイバイ。なんか